皆さんこんにちは。今日は浴衣の着せ付けについてご紹介します。初めての方でもできるようにゆっくり説明していますので、どうぞご覧ください。それではどうぞ。後ろからこういう感じで羽織ってもらいます。でこの時にちょっともうすでに拳1個ぐらい入るぐらいの感じで、肩から羽織らせます。でこの中心がちゃんと背中真ん中に来るように羽織らせます。で前に回って、でここに襟のここに縫い目があるんですけれども、それを両手で持って、この襟を重ねて持って、縫い目のところを合わせます。それを右手と左手で開いて、ちょっと下の方に手を滑らせて襟を持ちます。そして開きます。で開いたら一旦これを上に上げます。上げたら丈を決めたいので、床から 2-3cm 上、もしくはくるぶしのあたりに裾を持ってくるようにします。そして丈が決まったら幅を決めます。まずは右手の方から横に持っていって、左側の脇線がまっすぐに横になるように持っていきます。もう一度上にこう上げて、ここから 20cm のところを持って上に上げて、左側のこっちがまっすぐになるように、床から 2-3cm ぐらいになるように持っていきます。で右手をぐっと固定させたら、左もぐっと左側に引っ張ります。そして右側を開いて、左側をこちらに右側に持ってきます。その時にまっすぐ持ってきて、布が余っているようであれば内側に折り返します。そうでないと巻きつけると足さばきが悪くなって歩きにくくなるので、内側に折り返します。そして少しだけ上に上げます。で右側のを左に持っていって、持ってまっすぐ持ってこれたら、ちょっとだけ上に上げて裾をすぐ前にします。まっすぐ持ってきて、最後ちょこっと上げます。で左手で押さえたまま紐を右手に持って、この左から3分の1ぐらいのところで持って、この腰骨のところで当てます。ウエストにしちゃうとお腹が窮屈で痛くなっちゃうので、ウエストより少し下です。でそれを右手に、腰紐を右手に持っていって、右側に持っていって後ろで交差させます。でその時にこの布が上になるように、この布の上に紐をしないで、布の下に紐をします。そして交差させたら、ここでグッと締めます。後ろで締めないと前に持ってきてからでは全然こうやっても締まらないので、後ろで締めるようにします。そしてど真ん中ではなくて、真ん中を外したところで締めるようにします。着物と同じように右側を上にして、下に持ってきたのを下から上に2回絡めます。そうするとよく締まります。そしてぐっと締めたら、180度回転させて、そうするとさらに締まります。
で、ここで早朝結びです。で、短い場合は片方だけ丸を作ります。で、これが後で出てこないように紐にかけておきます。で、襟を軽く合わせます。右手でこの穴の開いている目安口から手を入れて、左手は前のその上側に来ている襟を持って少しだけ引っ張ります。で、後できちんと合わせますので、これはこのまま見せておきます。そして後ろをきれいに合わせます。で、後ろなんですけども、紐があるところに紐のところのシワを取ります。人差し指を上から、紐の上から差し込んで紐のシワを取ります。浴衣のシワを取ります。で、ここにシワがない状態にできたら、今度はここのたるみをきれいにします。右手と左手をこの目安口のところから入れて、トントンとやってスッと引き抜きます。右手と左手を穴から入れて、トントントンとしてスッときれいにします。で、ここがまっすぐになっていることが確認できたら、で、ここも拳1個分空いていることを確認できたら、前に持ってきて襟をきっちり合わせます。で、ここの喉のくぼみのちょっと下ぐらいでバツになるようにします。右手でまた目安口から手を入れて、この左側の襟を引きます。で、ここがもたもたしているときは、このこちらの下のを上に折り上げて、ここを1枚にします。で、折り上げたものを右手でぐっと持ったら、左手でこの手前の襟を持って、両側にハの字に引っ張ります。で、この交差したところがちゃんと真ん中になるようにします。そうですね。で、できるだけこういう感じではなくて、もうちょっとこういう感じになるように、ここの角度がですね、こうではなくてちょっと開いた感じにすると後で開いてきません。で、ここもちゃんと首のところでピタッとしていると引くずれるのが防げます。なので、もう一度右手でこのもたもたしているところを上に上げて、で、襟を引っ張って、こちらも引っ張って、ちょうどここが真ん中になるようにします。で、ここがちゃんと揃ったら一番いいです。で、ここで今胸紐をかけたいと思います。左手で押さえたまま取って、で、この腰紐の左から3分の1のところを左手で持って、で、シワを取りながら上からかけて、そして後ろで交差させます。また後ろでぐっと締めて前で結びます。で、真ん中を避けて右を上にして2回から上げて締めて交差させて結びます。で、もし足りない場合は結ばずに
かけるだけでも大丈夫です。で、この先を紐にかけて出てこないようにします。で、後ろをもう一度確認します。真ん中にこの補充線が来ていることを確認できたら、人差し指をこんな感じで入れて、シワを脇に伸ばします。で、このお箸よりがこう手幅いっぱいより長い場合は少し上に上げておきます。で、この上から縦締めをします。で、一旦ここでピンチをして、で、そしてこのもじゃもねっとしたところを脇に入れます。そうするとここがスッとします。で、また前に来て、で、今度ここがもしまっすぐでない場合は、こっちが下に下がっている場合はまたここを少し上げてまっすぐにします。で、できたらピンで止めておきます。で、ここまでできたら伊達締めをかけます。伊達締めはこんな感じで当てます。真ん中を持って当てます。そして後ろで右から左にかけて下のを上に折り上げてぐっと締めます。そして前に持ってきて、このピンを外します。で、左を上にして下から上に引き上げて、2回から上げて締めて交差させて、先を紐の中に入れておきます。で、後ろのピンも外しておきます。で、これで浴衣の着付けができました。それでは帯を巻いていきたいと思います。で、浴衣はもう着付けてあるんですけれども、こういうメッシュの帯板をつけます。で、後ろはゴムになっていて簡単に留められるようになっています。で、今日使う帯なんですけれども、15センチぐらいの幅の半幅帯を使います。で、両面タイプなので好きな方を使えます。で、今日は黒い方を使っていきたいと思います。で、どちらを先に使うかなんですけども、もし折り目がついている方があればそれを半分に折ります。で、この半分に折った状態で使い始めるんですけれども、で、左の肩にかけてあげます。で、こんな感じでだいたい横にちょっと垂れるんですね。肩より25センチぐらい出して左肩にかけてあげます。で、そしてここでハーフのままでは巻きにくいので、こういう感じでここを三角にして広げてあげます。で、三角にしたら洗濯バサミか着物のピンチで留め直して巻いていきます。で、帯は2周巻きます。で、ここから数えて、まず1周目、で、これで1周できました。で、この状態で1回巻けたんですけれども、ちょっと
と締めたいので、ここの三角の下を左手で持って、右手で帯の下を持ってグッと締めます。で、締まったら一旦ここは挟み直します。で、挟んだら2周目に行きたいと思います。で、高さを確認しながら下の帯の下側の線を揃えて巻いていきます。こんな感じです。で、ここでも一旦ちょっと1枚を左手で持って、右手でこう締めながら、で、これで2周が巻けました。で、もう一度同じように一番下の三角のところを持って左手で持つんですけども、2回巻けたらこの帯を斜めに半分に折り上げて、で、左手で三角の部分をぐっと持って締めます。そして肩にかけてあったこの半分に折った部分を一緒に一旦グッと引っ張って、そしてこの短い方を下から上に引き上げて結びます。で、左手で短い方を持って、右手で長い方を持ってグッと締めます。で、この短い方を一旦真ん中まで持っていって、今半分なんですけども1/3にします。左から3/3、右から3/3にして、ギリのところで合っておきます。で、これは後で羽を作った真ん中に来ることになります。で、ここまで来たらこの長い方で羽を作っていきます。で、羽なんですけども、出したい方を決めて、黒い方を出したいのであれば自分の方に黒い方を向けて、で、今日は蛇腹に折っていきます。普通にこうくるくるくるってやっていってもいいんですけれども、肩幅の長さにとって順番に蛇腹に折っていきます。この帯がなくなるまでこんな感じで畳んでください。で、畳めたらこれをこの真ん中に当てます。で、一旦この帯を半分に折って、下のを上に上げて、上のを下に上げて、山を2つ作ります。今この3/3のをこの結び目にかけて一旦くるみます。で、リボンがこの蝶々がしっかりしたら、もう一度これを上から下ろして下に入れます。で、入ったらずっとずっと引っ張ります。中から引っ張ります。外側に向かって折っていって、この台にします。そうするとさらに安定します。で、これで アレンジをしたければこういう風に羽を開いてみるんです。
か出てないか下が揃っているかを確認したら完成なんですけれども、さらにもし可愛くしたければこういう帯締めと帯留めをつけると可愛くなります。これは100円均一で買った靴ひもなんですけれども、こういう帯留めがなければブローチとかでも構わないと思います。でこのちょっと短めなので普通に2回絡めてグッと締めて交差させて、リボン結びが苦しいので片鼻結びにします。でこれができたら後ろに回してで帯の結び目に入れて隠します。で、こんな感じになります。これで隠せたと思います。で真ん中に来てるかを確認して、でこれで完成です。はい、これで完成です。いかがでしたでしょうか。これからも皆様のお役に立てるような情報をアップしてまいりますので、チャンネル登録の方、高評価ボタンの方をよろしくお願いします。それでは、さようなら。